こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今日は段差の乗り降りについて説明していきたいと思います。段差の降り降りの挑戦権は、まずは、チクタク。チクタクが、進めるようになることと、あとはカニアルフ。まだエンドターンです。エンドターン。エンドターンなんかもできると、割とスムーズに段差に乗ることができると思います。で、段差の乗り降りと説明したんですけど、まず最初に、まず引っかかっても問題ないものを、超えれる練習をしましょう。1、2、3で両方ネジの外に足を置くようにして、1、2、3、前で、まずはこう引っかかってる問題ないものを超える練習をするといいと思います。はい、じゃあスムーズに乗れるようになってきたら、今度は段差に登ります。で、この登るときに気をつけてほしいのが、しっかりテールを踏んであげないと前が詰まります。なので、ちょっぴり、チクタクの要素を使って前を上げて乗り上げます。で、乗り上げるときに気をつけてほしいのが、今度はじゃあ、かかりが浅い、これだと後ろにどうしても体重がかかってしまうので、いくら踏んでも後ろに落としてしまいます。かかりが浅い状態で登ろうとしても段差から落としてしまいます。じゃ、逆に次はかかりが深すぎる場合、かりが深すぎると、ここトラックが出てるので、これ登るときに引っかかります。勢いよくこう奥まで入ってしまうと、そのまま持ち上げた勢いで引っかかって前に転んでしまうことがあるので、気をつけてください。で、スムーズに登れる位置としては、真ん中よりもちょっと真ん中、デッキの半分よりも少し深くかかるぐらいです。そうすると、登った時に前足をちょっと振ってあげるとスムーズに段差に乗れます。1、2、3で前足も後ろ足もネジに乗って、次に前を上げて、後ろが前多めに引っかかります。そしたら続いて前に体重をかけてあげると上に登れます。はい、じゃあ次に降り方の説明していきます。段差を降りるときは、さっきの動画では前、後ろ降りたんですけど、基本的には、テールを踏んでノーズを上げて一発で降ります。気持ち前を上げて、一発で降ります。まあ、これはチクタクの要素を使って、こう振ってる間は前が浮きます。なので、この要素を使ってジャンプまではいかないんですけど、気持ち体を浮かせて体を浮かせながらテールを振って降ります。で、段差の乗り降りをする時の注意点は、まず最初はプッシュです。プッシュで勢いをつけすぎないこと。勢いが強すぎてしまうと、ボックスに乗り上がった時に詰まって転んでしまうことがあるので、最初はゆっくり、ワンプッシュぐらいでスーッと進んでいって、しっかり1、2、3で
で次に気をつけてほしいのがこの足の位置です。前も後ろもネジの外側に足がないとネジの中をチクタク動作ができません。なので前後ろネジの外を置くことによってしっかり前も後ろも上げれるので、スタンスは両足ネジの外。あとはさっき説明した通り、かかりが浅すぎず深すぎず、デッキの真ん中をちょっと超えるかなぐらいのところでかかると前を踏んだ時にスムーズに乗り上がります。で、降りる時の注意点は、まあもう降りる時に前のウィールが先に落ちないようにしっかりと、チクタクの動作を使って後ろを上げて上げて、最後に体を浮かしてふっと降ります。あとはいつも言ってるように肩の位置が傾かないように気をつけてください。以上、ボックスの乗り降りでした。今後も TBTB ではハウツーの動画やスケートボードの動画をどんどん上げていこうと思っているので、もしよかったら高評価、チャンネル登録、 SNS での拡散などをしていただけたらありがたいです。以上、 TBTB でした。ご視聴ありがとうございました。